おはようございます、こんにちは、こんばんは。バス釣りの話でございます。皆さんどうもごきげんよう。本日はですね、はい、今張ってると思うんですけれども、はい、維新の吉村さん、維新の吉村さん、マジで落ち目が半端ないっすね。うん、なんかね、ほんとね、野田とね、維新の吉村がね、選挙協力するってね、ほんとね、吉村はね、センスないっすね。まあ、個人的にはね、日本維新の会が議席を減らすということは、非常にいいことなんですけれども、あまりにも、センスがなさすぎて、ちょっと敵にね、エールを送ってしまうぐらい、やめた方がいいと思いますよ。やめた方がいい。まあね、ほんと、落ちていく政党っていうのは、やっぱり何をしていいのか分かんなくなっちゃうんでしょうかね。立民と手を組むって、センスないね。そもそも一致できることなんて、なんかあるんかね。半原発？けど、維新って結構原発推進とかだったりしてますよね。で、あと消費税もね、減税って言ってるし、維新？反対に、まあ、立民の、野田は、消費税減税反対じゃないですか。これはおそらく、アンチ自民党ということで、ただ手を組んでいるだけなような気がしますね。そこには、政治理念とかそういったものはないのかなと。俺はこういう国にしたいとか、俺はこういう党にしたいとか、俺はこういう政策を進めていきたいとか、そういったものは多分持ち合わせてないのかなと思いますね。あとそれから維新のさ、吉村って、国民民主を裏切った、前原誠司を共同代表にしたらしいじゃないですか。というかしたのか。これまたセンスがないね。あの人もさ、ほんと何がしたいか分かんない人じゃん。たださ、国民民主党をさ、乗っ取れると思ってたらさ、乗っ取れなくて。でね、離党して。で、今ね、はい、維新の会の共同代表を一緒にしてるわけじゃないですか。それでさ、なんだっけな。国民民主がね、勝ち出したら、ね、選挙協力できるかもしれないみたいな、昨日の敵は今日の友みたいなね、そんなようなねこと言ってたんですけど、そりゃお前が思ってる単なる願望だろと。国民民主党のね、玉木さんとか新葉さんとか、クソ怒っとると思うよ、マジで。やっぱりね、ちょっと前原はね、ちょっと頭がおかしいと思うわ、正直。まあそんなわけで、維新がね、こうやってアホな政策をして、アホな党と組んで、アホみたいに落ちていくところをね、見るのはね、非常に面白いなと、バスイナーはね、思っております。とりあえずね、緊縮財政の党は、なくなった方がいいと思っておりますので、早く維新もなくなればいいなと思っております。以上の話になります。緊縮財政をぶっ壊す。